次はチェックエンターテインメント小林アナウンサーです。おはようございます。今週はまずこちらからご覧ください。この主題歌ももう皆さんおなじみですよね、はい、鉄腕アトム、うん、日本のアニメの草分けともいえるアトム、この秋大きく生まれ変わります。お、なんだかずいぶんイメージが変わりましたね。顔もちょっと大人っぽくなってるんですね。今週土曜日から公開される映画アトム、アメリカハリウッドの映画制作会社によって作られました。全てコンピューターグラフィックスで描かれ、ストーリーも新たに作り直されているんです。へえ、ハリウッド版の新しいアトムというわけですね。そうですね。ハリウッドの人たちはアトムにどんな思いを込めたのか伺いました。ハロー、こんにちは、よろしくお願いします。フランシス・カオさん、映画アトムの制作総指揮を務めました。香港の出身で小さい頃から日本のアニメに親しんでいました。たくさん日本のアニメが好きな中で、今回アトムを映画化しようというふうに思ったのはどうしてなんでしょう。それは日本アニメの偉大な父である手塚治虫先生の作品だからですよ。アトムはアメリカで言えばミッキーマウスのようなもので、まさに日本を象徴する存在だと思いますよ。アトムは科学者の天馬博士が亡くなった自分の息子の生まれ変わりとして作ったロボットです。しかし結局息子の代わりにはなれないと追い出されてしまうんですね。こうした設定は原作と同じですね。そうなんです。父さん、私の大事な息子じゃない、だからもうお前などいらないんだ。人間とロボットの間で迷い、傷つきながらもアトムはみんなを守るために戦います。カオさんたちが大切にしたのは、原作でも重要な要素となっているアトムの心の葛藤を描くことでした。助けてくれたのか、アトムは心温まる物語の中に悲劇的な面を含んでいるからこそ胸を打つのです。私はこの物語を通して人生の真実を伝えたいのです。映画を作る上でカオさんたちが最も苦労したのは、アトムの姿や形をどうアレンジするかでした。事前の調査でアメリカの観客は原作のアトムが幼すぎると考えていることが分かったんです。そこで原作のイメージを崩さずに、より大人っぽいアトムを作ろうと試行錯誤が重ねられました。私たちは世界中のより多くの観客に受け入れられるような新しいアトムを作り出したかったのです。原作のアトムが持っている本質的な良さを壊さないようにバランスを取りながらです。コンピューターグラフィックスの新しい世界に変換していく作業はとても難しいものでしたよ。日本のアニメは今世界が注目するコンテンツです。カオさんは今後アトムの他にも様々な日本のアニメを映画化しようと計画しています。日本のアニメにはバラエティ豊かなテーマが含まれています。幅広い年齢層が楽しめるエンターテインメントになっていて、決して子供だけのものではないのです。そのようなものは世界中のどこを探しても他にはありませんよ。日本のアニメが海外の人の目を通してアレンジされることで魅力を再発見したり、新たな魅力が生まれたりするかもしれませんね。そうですね。でこの映画アトム、日本では今週末から、はい、でその後世界60の国と地域で公開されることになっています。で私もこのアトム小さい頃見て育ったんですが、カオさんのように海外の人も同じようにそれを見ていた。で今度その手を経て作り直されたものが世界にどう受け入れられていくのか楽しみです。
ジャックエンターテインメントでした。